こんにちは。こんばんは。今回は、Xbox を分解します。はい。Xbox を分解します。うっさいわね、聞こえてるわよ。じゃあいちいち聞き直さないでください。別にいいでしょうが。っていうかこの展開飽きたので別パターンはよ。いやそれはウプ主に言いなさいよ。ウプ主にポンポンいろんな展開が思いつくような脳みそが備わってるわけないだろうが。ああもっと頭が良くてかっこよくて高収入で起点が効いて爽やかで綺麗なウプ主が欲しい。いや無理言うんじゃないわよ。なんでだ、世の中には登録者数十万人超えの饅頭使いのウプ主さんだっていっぱいいるんだから私たちだってもっと有能なウプ主に使われたいだろうが。まあそりゃそうだけども。と泣き言を言ったところで状況が好転するわけでもないので本題に戻りたいと思います。いやだからあんたの状況はどうなってるのよ。さて今回は40万円のインテル最強 CPU でパソコンを自作する話だっけか。いやそれ吉田製作所さんのやつだから、うつ主に40万円もする CPU なんて買えるわけないでしょうが。おお、そうだったそうだった。今回は Xbox を分解する話だったな。だからなんで Xbox 分解するのよ。どうせうつ主には直せないわけでしょ。ああ無理だろうな。じゃあ分解する意味ないじゃない。意味がなきゃ分解しちゃダメなのか。いやダメでしょ。まああれです、どうせ壊れてるんだったら中がどうなってるのか見てみたいなと思いまして。ただの興味本位ってわけね。あとはワンチャン、もしかしたらワンチャン分解してワンチャン組み直すだけでワンチャン治ったりするかも。ワンチャン知れないし、ワンチェンからのワンチン。いや何そのコンボ。使い倒したネタに少しずつ手を加えて少しでも長く使おうという浅はかな考えです。いやいちいちそれ言わなくていい気がするけど。ちなみにぐるぐるつながりでメケメケも書いてみたり。だからすぐ本編と関係ないところに時間かけるのよしなさいよ。それは違うぜ。むしろ今が本編みたいなもんで分解してるところの方がおまけみたいなもんだぜ。いやにも蓋もないこと言うんじゃないわよ。これ以上を時間を無駄にしたくない方はここでブラウザバックすることを強くお勧めします。この後は機械音痴のウプ主がただ Xbox を分解してただ組み直すという罰ゲームみたいな映像が流れるだけです。いやネタバレしすぎだから。いやだってもし Xbox の修理動画と勘違いしてこの動画見に来た人がいたら申し訳ないじゃないか。うん、まあ確かにそれもそうね。なのでここから先は暇で暇で何もやることがない方か。たとえどんなに退屈な動画だろうがこのチャンネルの動画なら最後まで必ず見るという仏のような心の持ち主の方だけ見ていただければと思います。最後まで見た後に後悔したって知らないんだからね。もういいから始めなさいよ。ほいほい。ってことで始めていきたいと思います。もちろん分解するのは先日紹介したこちらの故障品の Xbox です。いやそりゃそうでしょ。これでわざわざ動作品新たに購入して分解してたらうぷ主いよいよやべえやつじゃない。誰かさんがなんかわーわー言ってますが無視して続けます。サンズの川を渡る準備はできてるのかしら。まずは本体裏面にある6本のネジを外します。ネジなんてどこにもないじゃない。心の目で見てください。そうすればきっとあなたにもネジが見えるはず。なわけないでしょうが。いい加減さっさと進めなさいよ。それもそうだな。このままだとネジは見えないんだけど、ゴム足の下に4本、シールの下に2本の計6本のネジがあります。ネジは見えない場所に隠されてるのね。まあゲーム機は分解防止のためか結構ゴム足でネジ隠されてること多いけどな。ってことでゴム足を痛めないように慎重にちょこっとめくってみました。お、ほんとだ、ゴム足の下にネジあったわね。でも溝の形がプラスでもマイナスでもないわね。ああ、特殊ドライバー必要なやつだな。ってことで以前 Amazon で購入した特殊ドライバーセットを使用してネジ外しました。合うやつがあってよかったわね。で他の3箇所のゴム足部分からも同様にネジ外しました。思ったより簡単に外せたわね。ああ、ここまではな。ここまではってことは残りの2本は苦戦したの。ああ、残り2本のネジはシールの下にあるんだけど、このシールが厄介で1回剥がしたら貼り直しできなそうな感じだったんだよな。そうなのね。無理に剥がすと破れてボロボロになりそうだったので、ネジのある部分だけシールをカッターでくり抜くことにしました。うわ、せっかく外観綺麗だったのに。そうなんだよな。だからどうしようか30分くらい悩んだんだけど、うぷ主が思いついた方法の中ではこれが一番被害が少ないかなと。まあ無理に剥がしてシールボロボロになるよりはいいかもしれないけれども。ってことで団長の思いでシールに穴を開けて残り2本のネジを外し終わり、内部とご対面です。お、無事開けられたのね。ああ、今見えてるのは左がハードディスクで、右が光学ドライブです。ちなみに上蓋の裏はこんな感じでした。金属のプレートで覆われてるのね。ああ、ウプ主にはこれが何のためについてるのかわかんないけど、放熱のためのものか合成を保つためのものかなんかなのかな。さてもう一度本体の方に戻って見ていきます。
基板と HDD、光学ドライブの接続は IDE 接続みたいだな。SATA じゃないのね。初代 Xbox がアメリカで発売されたのが2001年頃だから、この頃はまだ IDE が一般的だったんじゃないかな。まあ、うぷ主ど素人だからよくわかんないけど、なんか間違ったこと言ってても石投げないでおくれよー。いやもうそれ言ってば、せっかく書いたドット絵は有効活用しないとね。果たして有効に活用されてるのかしら。そんなの知りません。おい。まあとにかくここから HDD と光学ドライブを取り外してみます。まずは HDD から外します。HDD はマウンターっぽいのがここのネジ一本で止まってるだけみたいなので、このネジを外して、こんな感じで分離できました。結構簡単に取れるのね。で、HDD はマウンターっぽいやつに左右4箇所でネジ止めされてるので、それも外し、 IDE ケーブルと電源供給用と思われるケーブルも取り外しました。これで完全に本体から HDD が取り出されたわけね。そうだな。ちなみに HDD の下には電源用と思われる基板がありました。なんか触ったら感電しそうね。そうだな。この辺は素人は触らない方が良さそうだな。そもそも素人は分解しない方がいいんだけどね。まあな。てか埃すごいわね。そうだな。これは組み直す前に綺麗にしといた方がいいな。では次に光学ドライブ外してみます。光学ドライブの方もマウンターっぽいのがこんな感じで2箇所でネジ止めされてるだけみたいなので、そのネジ2本を外して IDE ケーブルと電源供給用と思われるケーブルも外して取り出しました。電源供給用と思われるケーブルは光学ドライブに刺さってるところが硬くて抜けなかったので、基板の方から外しました。で、こっちは HDD の方と違ってマウンターっぽいのにはネジ止めされておらず、爪で引っかかってるだけでした。 HDD もそうだけど、光学ドライブもなんか PC っぽいわね。そうだな。で、HDD と光学ドライブ外せたので、メイン基板とご対面です。うわ、こっちもホコリだらけね。そうだな。このまま作業するとあんまりよろしくなさそうなので、ちょっと綺麗にしてきました。お、パッと見結構綺麗になったわね。そうだな。ちなみにエアダスターをだいぶ前から切らしているので、ブロワー使って手動でシコシコやったからめっちゃ疲れました。いや、いい加減エアダスター買いなさいよ。で、お次はこのヒートシンクの下に CPU やら GPU やらあるらしいので、これを外していきます。そこまで外してみるのね。あ、CPU や GPU に塗られてるグリスがカッカピになってることが多いらしいので、一旦グリス除去して塗り直そうかなと。どうせ動かないのに。そこはホライチルの望みにかけてやれることはやっておきたいジャマイカ。いや、無駄にジャマイカ並べるんじゃないわよ。しかもなんか動かしてるし。たまには変化をつけないと見てる人に飽きられちゃうだろ。変化のつけどころが間違ってる気がするけど。まあそれはさておき、まずはこっちの大きいヒートシンクから外してみます。この黒いプラスチックでロックされてるので、これを起こしてロック外せばヒートシンク取れるんだけど、グリスが固まってるせいかロック外してもがっちりくっついてました。で、チップごともげるんじゃないかとビクビクしながらも、なんとかヒートシンク外せました。やっぱりグリスカッピカピね。これが初代 Xbox の CPU みたいだな。文字が反対なのでちょっと向き変えます。 CPU はインテル製なのね。そうみたいだな。ちなみにヒートシンクの裏を見てみたら、ガッチガチにグリス固まってました。これはあんまりよろしくなさそうね。まあかなり年数経ってるだろうからな。で、似たような手順でもう一つのファンがついてる方のヒートシンクも外してみました。こっちもだいぶカッピカピね。そうだな。こっちが GPU みたいだな。グリスでよく見えないけど NVIDIA って書いてあるわね。ああ、なんかほんと中見ると PC っぽいな。で、もちろんこっちのヒートシンクもグリスガチガチに固まってました。でもさっきのやつよりはちょっとマシかしら。そうかもな。ジェイン。ってことで、ちょっと大変だったけど CPU と GPU のグリスを取り除きました。今一瞬何か映ったような。気のせいだぜ。ヒートシンク側もこの通り綺麗になりました。なんとかちゃんと落とせたのね。で、この後はグリスを塗り直すわけなんですが、今回はこちらのグリスを使うことにしました。これって吉田製作所さんの動画でよく出てくるやつよね。ああ、そうだな。吉田さんがおすすめしてたのでこれにしました。いや、影響されすぎでしょ。ちなみに Xbox の CPU やら GPU やらにこれが適してるのかどうかはうぷ主には全くわかりません。大丈夫なのかしら。わかんないけど、少なくとも元々ついてたカピカピになったグリスよりはいいんじゃないかと思うぜ。多分、いないとは思うけど、この動画見て初代 Xbox の CPU や GPU のグリス塗り替えようと思った人がいたら、真似して何かあっても責任取れないのであしからず。まあそんな人はいないだろうけどね。ってことで、袋からグリスを出して、こんな感じで塗ってみました。ちょっと塗りすぎなんじゃない？ああ、
この前使ったクマグリスの感覚で出したらちょっといっぱい出ちゃいました。こっちの方が柔らかいって知ってたんだから気をつけて出しなさいよ。まあでも大丈夫そうだったのでそれぞれのヒートシンクを乗せ直しました。これでとりあえずグリスは塗り直せたわけね。そうだな。でこの後は分解したのと逆の手順で光学ドライブ、HDD を元に戻していきました。でカバーをはめ直して最後に動作確認です。これでもし動くようになったら儲け物なんだけどね。そうなんだけどな。ってことで電源つないでみます。はい、この前同様電源つないだだけで勝手にスイッチ入りました。やっぱりダメそうね。まあ最初から期待はしてなかったけどな。でやっぱりこの後イジェクトボタンの周りが赤く光って、例の画面が出て終了です。うん、結局何も変わらなかったわね。まあとりあえず分解した後に元通りに組み直せただけ良かったかな。組み直した後になんかわからないけどネジが余ってたりってこともなかったしな。いやなんかネジのお化けみたいに見えるからもうそれよしなさいよ。まあとりあえず初代 Xbox の中がどんな感じになってるのかじっくり見れたから個人的には楽しかったけどな。まあ確かになんか分解するのってちょっとワクワクするわよね。しかしこれどうにか使えるようにならないのかしら。ちょっと難しいんじゃないかな。ネットでいろいろ調べた感じだとおそらくは HDD の不具合なんじゃないかと思うんだけど、単純に HDD 交換すればいいってもんじゃないみたいだし。そうなの？ああ、ちょっと難しすぎてうぷ主には理解できなかったけどなんかいろいろ面倒くさいみたいです。じゃあやっぱりこれ以外に動作品を手に入れるしかないってことね。そういうことだな。まあ初代 Xbox のソフトは結構360でもプレイできるみたいだから、どうしてもやりたいソフトができてそれが初代の方じゃないとプレイできないって状況にならない限りはそんなに急いで買わないとは思うけどな。もし安い動作品がすぐ見つかったら、そんなの速攻でゲットするに決まってるだろうが。まああれです、運よく安い動作品が見つかればって話です。間違っても安いからってジャンク品買ってくるんじゃないわよ。聞こえません。おい。さてさてあんまり長くなってもあれだし今回はそろそろ終わっておこうかな。本当にただ分解してただ組み直しただけだったわね。だから見る価値なんて1ミリもない超クソ動画だってあれほど言っただろうが。いやさすがにそこまでは言ってなかったでしょうに。こんな特に何も起こらない動画でも最後まで見てくれた人たちありがとうだぜ。ありがとうございます。では今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.